ニコライ・バシー・イリエビチ・ヒョードロフは、ロシア連邦の政治家である。ロシアソビエト連邦社会主義共和国及び、初代ロシア連邦司法省、チュバシ共和国大統領を経て、2012年、ウラジーミル・プーチン政権1期目で9代目ロシア、連邦農業省を務めた。チュバシ人、経済学博士及び、法学博士候補である。 エリツィン大統領とは1995年にチェチェン問題でチュバシ人商兵の投入などで折に触れて政治路線の違いから対立姿勢を見せたが市場経済導入などの改革を支持はしていたので決定的な対決までに至らず1996年ロシア連邦大統領選挙ではエリツィン陣営の選挙対策本部に参加もした 1997年12月28日の千葉市大統領選挙に立候補し57%の票を獲得し再選された。ロシア連邦議会上院連邦会議議員にも選出された。与党統一ロシアでは党最高評議会委員でもある。ロシア農省がエトロフ党視察イコール関係改善に水差す。時々 .com2012 年9月30日閲覧。 2013年11月15日閲覧。ありがとうございます。